ジェローム・ジョーダンは、ジャマイカ・キングストンのバスケットボール選手。ポジションはセンター。213センチメートル、113キログラムタルサ、大学、北フロリダ大学、ステッソン大学からオファーを受け、タルサ大学に進学した。2007から2008シーズン、カンファレンス USA のリバウンドで2位、フィールドゴール成功率とブロックショットで1位となった。カンファレンスのトーナメント。 東カロライナ大学戦では、1998年のトーナメントで、ケニオン・マーティンが作ったカンファレンス記録に並ぶ8ブロックを挙げた。トーナメント4試合では、トーナメント新記録となる21ブロックを挙げた。この年カンファレンスのオールディフェンスチームに選ばれた。この年のカレッジバスケットボールインビテーショナルでは、MVP に選ばれた。 2008から2009シーズン、カンファレンス USA のリバウンドで2位、フィールドゴール成功率、ブロックショットで1位となり、カンファレンスのファーストチームに選ばれた。2009年4月10日、NBA ドラフトへのアーリーエントリーを行わず、最終学年も大学でプレーすることを表明した。2009から2010シーズンは、カンファレンスの最優秀選手に選ばれた。 大学では通算333ブロックショットを記録、カンファレンスの新記録を樹立した。2010年の NBA ドラフト244位でミルウォーキーバックスに指名された。同年7月8日、ニューヨークニックスにトレードされた。サマーリーグでプレーした後、セルビアの KK ヘモフォルムで2010から2011シーズンはプレーした。2011年7月、 スロベニアの BC クルカと契約、NBA へのロックアウトが終了した後、同年12月ニックスに加入した。2012年1月17日、NBA デベロップメントリーグのエリー・ベイ・ホークスに送られ、1月23日、ニックスに呼び戻された。その後、ニックスとベイ・ホークスの間を行き来した。この年、マイアミヒートとのプレイオフにも出場している。 2012年7月11日、チームメイトのトニーダクラス、ジョシュ・ハレルソン、2つのドラフト指名権と共に、マーカス・キャンビーとのトレードで、ヒューストン・ロケッツへ移籍したが、7月18日、ロケッツより解雇された。同年12月18日、D リーグのリノ・ビッグホーンズに加入した。2013年2月4日、D リーグのオールスターゲームに出場している。 同年2月25日、ロサンゼルスディーフェンダーズにトレードされた。同年2月25日、フィリピンプロバスケットボールリーグのトーク、N テキストトロパンテクスターズに加入した。ありがとうございます。